小さい頃から絵を描くのは好きでしたか？あなたはアーティストの家系ですか？はい。小さい頃から絵を描くのは好きで、なんか絵の描く以外にも、なんか折り紙を折ったりとか、自分のオリジナルの迷路だったりとか、すごい、ずっと幼少期は絵を描いて過ごしました。まあ、で、家系的にはアーティストではなくて、両親も全然制作とかはしないんですけど、まあでも母は、絵が上手かったらしいです。はい。美術の道に進むことになったきっかけは、アーティストを目指そうと思ったきっかけは何ですか？はい。そのきっかけは、もともと絵を描くのがすごい好きだったんですけど、こう、中学生とか高校生になった時に、オリジナルの建築図面とか、筋肉の解剖図みたいなのをすごくよく描いていて、なんか最初は建築設計士、建築士になりたかったんですけど、その描いてたものを活かせるようになりたかったんですけど、その、もっと絵だけで勝負できないかなっていうことで、美術の道だったりアーティストを目指すようになりました。日本画と油画がありますが、どうして日本画を学ぶことを選んだのですか？はい。どうして日本画を選んだかというと、もともとその浮世絵だったりとか、緻密に描く絵がすごい好きで、細かく描くとか、勉強が、例えばこう昔からの日本美術を学べると思って、日本画を選びました。どのようにして芸術を学びましたか？日本の芸術教育はどのような状況にあると思いますか？はい。そうですね。よく展示をやってる友人の展示もそうですし、その美術館でやってる展示をめちゃくちゃ見に行ったりとか、あとは、美術のについての本をすごい読んだりとか、まあ、それで、自分の中の経験、自分の今まで感じてきたものと重ね合わせて、まあ、これはこういうことかなとか、自分ごとにして、すごい勉強というか、学んできたかなと思います。で、日本の美術教育に関しては、自分の体感なんですけど、割と、教わるって、技術だったりとか教わる、まあ、ことももちろんしますけど、それよりかは、こう、同じ志の友人とか、同世代のアーティストたちと、こう、自分たちが勉強していることについて、こう、互いに補い合って、こう、なんかこう、こういうことじゃないかとか、こう、いろんなことについて話し合うってことの方が結構自分については学びだったかなと思っています。作風が確立するまでの経緯を教えてください。あなたのスタイルはどのように形成されたものですか？あなたの作品はどんなコンセプトに基づいたものですか？作風、今書いてる作風については、この前大学ではこう割と日本画らしいものをずっと書いてきたんですけど、なんかそういう
視点じゃなくて、やっぱ自分から出るようなオリジナリティというか、そういうのものをもう少し突き詰めていくと、今描いてるような作品になっていきました。で、コンセプトについて言うと、割と、なんか、まあもちろんその、こう伝えたいものって、まあもちろんあるんですけど、それよりかは、それよりありますし、その美しさってよりとはまた違うような、なんか楽しむ。絵一枚、こうじっくり見たり、こう眺めて楽しむような、そういうまた違った面白さを、また一つコンセプトというか、テーマにしています。集団や社会の中に隠された関係性をテーマにしています。これらのテーマがどのようにして生まれたのか教えていただけますか？はい。と、まあ、その集団だったり、社会とか、こう、周りの人と付き合うときに、どうしてもなんか苦手だなとか、反りが合わないなとか、まあ、この人はいいなとか、そういう、なんか関係性の、なんですかね、良し悪しみたいなのはあると思うんですけど、そういうものを、こう、一度俯瞰して、人間関係みたいなものを、なんか離れた視点から見てあげられると、なんかそれ自体ですごい僕は、なんか面白いもんだなと。なんかそういうところに、なんか人間性の良さというか、なんか社会で生きてる、良さが詰まってると思っていて、そういうものを、まあ、この作品を通して、見つめ直してあげられると、見つめ直すきっかけになると、やっぱ僕は嬉しいかなと思っています。作品はどうやって作っていますか？技法について教えてください。作品の制作手順や方法などを教えてください。はい。作品は、まあ、主に、パネル、木製のパネルに、紙だったり、キャンバスを貼り込んで、その上から、まあ、アクリル絵の具や、まあ、水彩だったり、まあ、岩絵の具、まあ、日本画で使うような、絵の具だったりを使って彩色して、その上から、マジックじゃない、ペンとかで、こう、細部を描いていくという流れになっています。で、基本的には、この同じ、その、作品と同じサイズの、下書きの紙に一度全部書き写して、それを自分の、なんですか、ペン、筆圧で紙に転写して、そこを当たりとして絵の具を塗っていくような流れになっていきますか。出展された作品について、ビハインドストーリーや見どころなどを教えてください。はい。そうですね。なんか、作品の、一枚の中から好きなキャラクターを一人でいいんで見つけてほしいなと思っています。で、作品の中では、すごい優しそうな人から、ちょっと悪そうな人まで、まあ、いろんなね、人物を描いたりとか、なんか、あらゆるもの、神羅万象を擬人化するような、テーマで書いているので、まあ、好きな人を、理由を見つけてほしいのと、あとはすべての人をこう見境なく見つめてほしい
ですね。で、それで展示を見終わった後、帰ってから、そう、家族のことを思うでもいいし、誰にでもいいので、親切に接してみてほしいかなと思います。一つの絵を完成するのに、どれくらいの時間がかかるのでしょうか？だいたい35程度で1ヶ月弱、3週間くらいかかるのかなと思います。で、まあ、それより大きいものになってくると、まあ1ヶ月だったり2ヶ月くらいは、まあ結構な、人をいっぱい描くので、その分制作時間は長くなってきますね。初めて作品を発表したのはいつ、どんな時ですか？はい。初めて作品発表したのは、その、大学での文化祭ですね。1年生の頃、大学1年生、19歳の時に学内展示で、動物を描いた作品を出品しました。アートやアーティストと日本社会とのつながりは何ですか？はい。これはなんか難しい質問なんですけど、僕個人としては、何かこう、作品に対して癒しというのがすごい関係しているんじゃないかなと思います。なんか日本というかこう周りを見てると、やっぱり、なんか、仕事だったりとか、なんか人間関係みたいなところで、すごいストレスを抱えてる人が多くて、なんかアート作品とか、制作が、まあそれに限ったことじゃないんですけど、一つこう、休息というか、なんかこう日々の疲れから、それをパッと見るだけとかするだけで、癒しになるような気がしてて、まあ、そういう関係性はすごいあるんじゃないかなと。感じています。日本のアートシーンに多様性を感じますか？はい。なんですかね。ちょっと、まあ、自分の中で見た中では、多様性、結構多様性はあると思っています。でも、ここからもっとそのアートの種類というか、まあ、どんどん広がっていくんじゃないかなと、まあ、より多様化してなんかいろんなものが認められるようなになっていくんじゃないかなと僕は思っています。アーティストステートメントについて語ってください。はい。作品の中で、まあそれこそ、なんか大学だったり、今まで学んできたものとしては、その日本の美術で今まで行われてきた、なんか物、神仏だったり、道具とかの擬人化とか、今、SNS とかで、その写真を、セルフィーとかを加工して、投稿しているとこから、影響を受けていて、その、今まで、すごい、日本の、なんですかね、面白い絵画というか、日本美術の中で描かれてきた、神話だったり、伝承みたいなものを、今の、現代の社会が描き表す、現代の社会で書き直すとすると、なんかどういう作風というか、形になるのかなっていうのを模索しながら
そこはこうなんていうんですかね、温故知新というか、そういう形で自分の作品に生かしていっています。今後の制作において挑戦したいことや意識していきたいことを教えてください。はい、そうですね、作品のクオリティ、完成度をやっぱりどんどん高めていきたいし、もう画材の研究だったり、もう自分がもっと表現したいことをもう少し突き詰めていく必要があると思うので、そこはやっぱりより研究していきたいですかね。で、作品のスタイルとかもどんどん変わっていく可能性があると思うんで、自分が今できる、これからできることを精一杯やるですか。今日はインタビューありがとうございました。本当に、展示だったりとか制作も楽しんでいただきたいんで、じっくり見てほしいかなと思います。今日はインタビューありがとうございました。